始まりました。総称ラノです。現在は自粛中でビジネス YouTuber となっております。総称ラノです。今日からね、本を一冊読んでアウトプットするっていうキャンペーンが始まっております。今日は橋本徹さんが書いた交渉力っていう本をアウトプットしたいなと思います。今橋本さんっていう名前を聞いて、もしかしたらうわめっちゃ暴君やみたいな、橋本かよってちょっと悪いイメージ持った方多いかもしれません。なぜかというと、僕大阪にずっと住んでて、当時はめちゃくちゃ評判良かったんですよ。でも大学で岐阜に行った時にテレビつけたら、もうまたなんか橋本言うとるでとか、めっちゃ暴君やでとか、テレビでめっちゃ叩かれてるやんって。で、実際その岐阜の友達に聞いたら、なんかすごい悪いイメージを持ってるっていう話を聞いてて、あ、やっぱ地方では結構イメージ悪いねんなって思いました。でも改めてこの本を読んで、もう素晴らしい方やなって思ったし、もうめちゃくちゃ頭いいねんなって思いました。で、もしこの本を読んだら、なんか会社とかでもすぐに使えるスキルとか、もしかしたら家庭とかでもちょっと、お小遣いあげてほしいとか、明日飲みに行きたいって、奥さんにね、交渉するときにも使えるテクニックとかあると思うので、ちょっとそういうのをアウトプットしていきたいなと思います。今ね、コロナの影響で、大阪の吉村知事がね、すごいメディアに出ていろいろ説明してくれてて、すごい評判いいですよね。若いのに頑張ってるなとか、吉村寝ろみたいなね、ハッシュタグが流行ったりもしたんですけど、あの人44歳なんですよ。めちゃくちゃ若いですよね、44歳って知事って。でも橋本さんが、大阪区の知事になった時って38歳なんですよ。30代で大阪の知事になるってもう異例中の異例なんですよね。で、この人が知事になる選挙で言ってたのは、大阪って、まあ、第二の都市って言われてるんですけど、ずっと赤字やったんですよ。で、その赤字を黒字にするんだって言って、もう大阪を良くするんだって言って、入ってきてるんですよね。で、実際どういう風に赤字から黒字にするか、まあ、そんな前の知事とかね、もうずっと分かってたことなんですよ。でもどうにかせなあかんと思ったけど、どうにもできへんかったんですよね。で、痛いところをつくんですよね。それは何かというと、もう公務員の給料をカットすると。もちろん橋本さん自身の給料もめちゃくちゃカット、したりしてたんですけど、そら怒りますよね。今までね、これだけの給料もらってたのに、橋本さんが知事になった瞬間、もう今年から急に下がるみたいな。いや、わかると。その大阪が今赤字なのわかるけど、もうこんな給料やったら今までこれだけもらってたのに、もうモチベーション下がって、もうこれ仕事に影響出るぞって、いろんな組合とか団体がね、反対するんですよ。まあそういう公務員の給料カットだけじゃなくて、いろんな団体に助成金って言って、今年もよろしくお願いします、これでね、運営してくださいって言ってたお金を、もうそういうのもカット。今まで国がね、運営してた、まあ、大阪城公園とか施設とかを、もう民間に運営してもらうって、そういう取り組みをして、結局ね、1年目で1100億円の、カットに成功。だから、ほんまやったら1100億円、その年かかってたやつを、カットして赤字に、の補填に回したっていう。もうすごい人なんですよね。で、やっぱりね、そう反対意見とかいっぱいあるんですよ。で、その時にやらないといけないのが、やっぱり交渉をしないといけないんですよね。この人もともと弁護士なんで、もう交渉のプロですよ、言うたら。で、その交渉ごとにおいて大切なことっていうのを、主に書かれてたりとか、実際こういう事例ではこういう風な思い、こういう風な気持ちで、やってましたよとか、実際この政治家はめちゃくちゃ交渉うまいんですよというのを書かれてたりします。で、実際この人が、橋本さんが交渉時において一番大切にしてることって何かって言ったら、もう譲れないラインを決めておくっていうところなんですよね。例えば10個要望があるってなった時に、10個全部通ったらいいけど、そのうちの 1,2,3 優先順位のベスト3のここだけはもう絶対譲れないと、いうことを決めて、相手と話しに行くんですよね。で、その交渉中に大切なことが、相手の、優先順位は何なのか、そして譲れないラインっていうのはどこなのかっていうのを話をする上で、探っていく。やったら、自分が譲れるところと相手が譲られへんところっていうのを、お互い合わす。例えば、もうここは分かりましたと、譲れますよみたいな。その代わりここは絶対認めることできませんみたいな。
そういう感じで交渉を進めていくとスムーズにいくし、そういう成功事例とかも書かれておりました。なんで本当にね、僕も前まで半年くらい前まで会社員で働いてて、まあ、今は25歳無職なんですけどね、その時にこの本を読んでたら、もう時にはね、やりたくないキャンペーンとか新しい改革とかある中で、でもそれももしかしたら上司もその上から言われたりとか、売り上げを取るためにやらなあかんかったりとか、喜ばすために、お客さんを喜ばすためにやらなあかんかったりとか、いろいろ理由があったから分かったと、まあやること分かったけど、こういうルールでやらせてくださいみたいな、自分が譲られへんラインっていうのをしっかり理解して交渉したら、もっとうまく、仕事できたんじゃないかなって思ったりしておりました。でもね、今後も靴磨きとか、自分が、まあ仕事ついた時にまた活かせる知識とかあると思うので、取り入れていきたいなと思います。ぜひ興味を持った方、読んでみてください。一冊やったらね、送りますので、コメントしてくれたらもう送料込みで僕送りますので、ぜひコメントしてください。結局6分くらいかかりましたね。初めてアウトプットするつもりで読書をしたんですけど、いつもより時間はめちゃくちゃかかったんですけどね、こういう例を使おうとか、こういう風な、俺に置き換えたらこんなんやったなって考えると、すごい頭に残っていることが多いので、何よりも自分のためになったなって思います。でコメントでちょっと分かりにくいところとか、こういう風に説明した方がいいよみたいなあれば、ぜひコメントしてください。明日はまた違う本、アウトプットしますので、暇な人というか、少しでも知識を横取りしようって思う人、見てください。ではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。 See you next time.